俳優の板垣李都が24日、都内で開催された 20th Anniversary Photobook Interlude 発売記念イベントに出席、現在の推しについて話す場面があった。板垣の20歳を記念したアニバーサリーフォトブックである本作は、3つのテーマごとに撮影を行い、10代の飾らない素顔や人生の節目となる20歳の輝かしい瞬間、そして色気を増していく20代の板垣の姿を捉えた渾身の一冊になっている。板垣李都、お酒事情を明かす20歳になったことを踏まえ、お酒をたしなんでいるのか、そんなに飲んでいないですけど、梅酒は好きです、とコメント。CM が似合いそうだと振られると、ぜひ、笑、狙っています、と笑顔で返した。続けて、20歳になって変化したことを聞かれると、そこはあまり。そんなに誘われることもないですし、自分もあまり誘うことはなくて。撮影が終わって帰ってきて、ちょっと定食屋で飲むみたいなこととかはしますけど、笑。あまり人間関係みたいなものは変わっていないかなと思います、と返答。プライベートでお酒を飲む機会があるか問われると、そんなに多くはないですね、と言い、お酒の失敗談があるかについては、ないと思います、と笑顔を見せていた。バル、板垣李都、今後演じてみたい役柄は、2022年の活動に関しては、昨年もすごくいろいろやらせてもらったなという感じだったんですけど、今年は本当にたくさんいろんな経験をさせてもらって、今年は結構心身ともに動いていたなというような感じで、体を使うというか動かすことも多かったですし、頭を使う、動かすことも多かったので、何かしらすごく動かしていたなというような一年だったかなと思います、と総括。バル、次期大河ドラマへの出演も決まっている板垣は、今後演じてみたい役を問われると、やっぱり因がある役って、やっていてすごくきついですけど、そのきついのが役者としての醍醐味というか、すごく楽しいところであって、と発言。因のある役が続くと明るい役に取り組みたいと思うこともあるとした上で、いざ何がやりたいかってなると、因が濃い役っていうのは、苦しいのが楽しい。ド M な感じなんですけど、それが好きなので、そういう役はたくさんやりたいなと思っています、と語っていた。バル、板垣李都、現在の推しに言及また、ディズニー好きで知られる板垣は、クリスマスの予定を聞かれると、理想としては、すごく夢の国が大好きなので本当は当日に行きたいなとか思っているんですけど、いかんせん人が多すぎて、やっぱりどこに行っても多いので、家に限るかなという感じですね、トトロ。さらに現在の推しを質問されると、K-POP にハマっておりまして、そちらの方をつまんでおります、と言い、曲だったり、ミュージックビデオだったり、YouTube の番組だったりとかっていうのを合間合間で見ながら、仕事への糧にしています、と微笑んでいた。